き出してほしくて、私も日の出と同じで思ったことがうまく言えなくて、だから…レト、お前は違うんだよ。俺は恥ずかしいよ。恥ずかしいに決まってるだろ、こんなの教室でさ。それにそういうの押し付けてくるやつは嫌いなんだ。でも、じゃあ手紙じゃなければ…いいよ、もうほっといてくれよ。嫌いだっつってんだろ。手紙書いたりして大嫌いって言われちゃった。やだ。ねえ、私好きって言われたい、大好きだって言われたいよ。嫌い、大嫌いだ。そうか。ウケ、まいったね、クリア。ウケ、死ね。これ、あいつのこと何も知らないんだ。いつもどこで遊んでるとか、何が好きとか、悩みとか、どんな苦労してきたかとか。あいつ、俺の前ではいつも頑張って笑ってたんだ。あいつに比べたら俺なんて全然大したことないやつだよ。いいや。いいやとは？ミオはもういいや。そうかい、そうかい、そらいい考えだ。もういい。え、なあ、どうも。バイバイ、ウゲ。大したことないやつって俺、あいつにそう思われんのが怖かったのか。日の出、謝らなきゃ。ちゃんと帰ってくるよな。私はちゃんと日の出のいいとこ知ってるよ。家族思いなとこも、友達思いなとこも、動物に優しいとこも、だから好きなんだよ。日の出サンライズアタックとか、やること無限大に謎で驚かされるけど、いろんな顔のムゲが見たい。笑ってるだけじゃなくて、怒ってる顔とか、わがまま言ってる顔とか。そんな顔を見せて日の出は私のこと嫌いにならないの？そんで猫じゃないムゲに好きってちゃんと言いたいんだ。それでまた笑ってる顔が見たい。ムゲ、好きだ。私も日の出のこと大好き。